もうね、ネタネタなのよ。そんで毎回オープニングがわとかギャとかしか言ってないのよ。ワンパターンしかないからな、基本的にこのチャンネルは。で、今日のオープニングのネタコースはトロール制作者ゆうとさんからいただきました。どうもありがとうございます。さあ本編入っていこうか。どうもウォーキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース 3D ワールド騙しコース、トロールレベルということで、このコースね、超久しぶりに 3D ワールドの騙しコースなんだよね。いや、すごい楽しみ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.97% で、説明文にさ、バグなしは若干きついですって書いてたから、今回もバグりまくりのコースなんだよきっと。じゃあ 3D ワールドのバグってどんな感じなのって気になんない？それが気になってね、今回このコースやっていくんだけど、 3D ワールドってめっちゃできることがあるじゃん。こういうヒップドロップとかくるくるジャンプとかでんぐり返しとかさ、これらを使いながら攻略していくみたいな。いや、めっちゃ楽しそうだね。一旦ここででんぐり返しとかしてみる。くるりんぱ開幕無機物。もうふざけんでやろう。もうでんぐり返しとかしない。ゆっくりここは歩いていけばいいんだね。ゆっくり歩いていって、この鉄球から逃げて上に行けっていうことか。はいはい、わかりました。なんかスイッチが変わったよね、オンオフの。だから鉄球から逃げたらすぐ左に行く、そして右上に渡れっていうことなんじゃない？で、左の果てのブロックすげえ気になるんだけど、これ叩いて一旦右に逃げようか。キノコ様、どこに行った？キノコ様、キノコ様。そんでさ、僕って普段 3D ワールドのコースやらないじゃん、普通のコースも含めて。久しぶりにやってみたらめちゃめちゃ音楽がいいことに気づいたね。何もんだー。バルピバペンダルブビーバビューバリュービュービーバペペピューバビュービーバババペピューバルビーバババペビューバペビューブバンバンバビョンビー。さあ、ここで地下ブロック乗っていく。そしてオンオフをしたいだけなんだ僕は。何もしてくるな、上のトゲ兵たち。一気に行こうか。一気に走ってオンオフ。無事にできたね。やめろ。僕が音楽を口ずさむとさ、みんなにトラウマを与えちゃうかもしれないから、今後口ずさむのやめておきたいと思いません。じゃあここは右ギリギリに行ってよかったよね。そうしたら自動的にオンオフが変えてくれる。で、ここ普通に下に行ったらいけないと思う。一旦地下ブロックを落として上に逃げようか。そしてヒップドロップしてカノンを倒していく。絶対これが正解だよ。さあ、ドアに入っていきましょう。そして次は左下のこのブロックを叩けって書いてるんだ。上の下じゃ何もしてこない、なんかモザイクみたいなになってるけど。じゃあヒップドロップして僕は一旦何もしない。え、何もなんないよ。面白いじゃねえか、制作者さんよ。トロールコースはそうでなくっちゃね。ここのブロックを叩いてさ、時間差攻撃っていうのがたまんないよな。あれ、何も来ないのって思った先、こうやって急に来るからさ、その攻撃たまんないね。僕めちゃめちゃ好きだよ、ド M だからさ。誰がド M だ、ド S だよ僕は。じゃあ上のドンケツを見てて、みんな、今日こそかます時が来たよ。スーパーミラクルローリングさんだ。大量だ。スーパーローリングサンダーからの大量だからのワッシャイワッシャイワッシャイ。もう壊れすぎてないか、大丈夫か今日の実況も。まあ、反応の速さはピカイチだったね。じゃあここは左を壁キックして、どっちの土下行こう。まあ、どっちでもいいか、とりあえず壁キックして。壁キックができないよ。なんか無音なんだけど、鳥のさえずりしか聞こえないんだけど。あー、なったなったなった。いや、音楽が疲れちゃったんかなと思った。そしてここどうやって行けばいいんだろうな。なんか雲があるね、あそこ右押し一発しろみたいな。え、ちゃんと行けるこれ。え、ほんと行ける。あー、行けるんだ。じゃあ2分の1だね。どっち行こう。一旦ハテナ叩いてみる。何もない。じゃあ黄色の土管から行こうか。土管に入れませんね。じゃあ黄緑色の土管だね。まあまあ入れないは入れないで全然よかった。そして次はピンコインが見えるけど、ここピンコインコースなんだ。いや、今の気づいた。気づくの遅いんだよないつも。まあ、上行けるけど左行ってみようか。こっち気になるもんね。なんだろう、何もないとか、後で行けるようになるとか、そんな感じなんじゃないのかな。じゃあピンコインを取って、ここをヒップドロップ。そしたら何か変わる。何も変わらない。じゃあここをハテナを叩いたら絶対オンオフが変わると思うんだよな。だから右押しっぱ、右押しっぱ、常に右押しっぱ。え、これは。あー、面白いね。じゃあこっちのドアに入っていくしかないから、こっち罠なんじゃない。あ、時間ポイントがあるんじゃねえか。頼む、普通取らせてくれ。パウを押した瞬間すぐジャンプして右足ビビ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 ビ
俺を騙そうなんてそうはいかねえぞ、シャケル。もう終わってんじゃねえか。まあまあ中間ポイント取ってるから全然いいよ。さあ中間ポイントを取ってね、少しだけテンションが上がり気味の僕ですよ。お前はいつも上がり気味なんだよ。ちょっと下げろ。お、今度はスネ夫ちゃん、今日は信用していいんだろうな。スネ夫くん、僕は何もしないよ。頼むスネ夫。スネ夫舐めるな、スネ夫くん。僕は右を進歩すればいいっていうことが分かった。ここは右を進歩。さかなくん。きっとドラえもん。ドラえもんがさかなきゅーんって言った声、いつか聞いてみたいもんですね。さあここは左を進歩じゃねえや、右を進歩し続けたらいけないっていうことか。ここで一旦止まっておこう。そしてこのちくわブロックを一旦落としておいて、このびっくりブロックに乗る。いやこれヒップドロップしたらさ、絶対潰されるんじゃないの。まあでも気になるよな。一旦してみようか。ここでヒップドロップ。面白すぎ。天才だこの制作者さん。めちゃめちゃ罠がうまい。っていうかさ、罠の一つ一つが面白くない。じゃあここは壁キックしていく。あ、床があんのね。そしてここは幅跳びっていう感じだね。で、ハテナブロック叩いてみようか。あ、なんもない。この二つのブロックは一気アップと、こっちも一気アップかな。なんもないのか。一気アップは用意しないでくれ。で、ここもコインだけだったから土管に入っていこう。次はどんな罠が来るかめちゃめちゃ楽しみだね。というか中間ポイント2が見えたな。くっそ、取らしてくんねんか。こんなところで見せつけやがって。じゃあ下に行こう。こっちにワープブロックがあったんだよね。で、次は右のハテナブロック叩けばいいっていう感じで、ね、叩いて僕は何もしない。それが正解だ。ビバビバ。左に逃げようじゃないか、マリー。そしたら大丈夫っていうもんさ。なんで今度は襲って、速い。なんで今度は速かったの。じゃあどうすればいいの。ジャンプしてどこに逃げておくのが正解。いいタイミングでジャンプ。ここでジャンプ。オッケー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 。ウオッピーじゃねえんだ。ウオッピー。ここのトゲソウ強すぎないか。二度やられてるよ僕。こいつになんでこんな、あ、わかったわかった。リサイクルされてんのね、透明土管で。じゃあオンオフをしていった僕生の、なんでもう見切ってんじゃん。オンオフをした瞬間壁キックをしまくる。多分ヒップキャンも入れなきゃ入れないね。オッケーオッケー。そしてこっから下に降りてっていいのかな。壁キックで行ってみる。こういう風にさ、ちょっとずつ壁キック。あ、かわいい。クレオってさ、こっち見んだ。かぶり帽子したらめっちゃ可愛くない、あのマリーのやつ。じゃあ鍵扉に入っていこうか。あ、上にも鍵あったんだ。全然分かんなかった。僕は何もしない。このモヒカンが、あれ、なんか変わってない。さっき下の旅館行ったよな。なんでだ、さっきと行くべき道が変わってんじゃねえか。あ、はい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 。たぶんビッグコインを全部取ったからさ、行くべき道に関わってるんだよきっと。じゃあこっちが次に行くべき道っていうことなんじゃない。なんか死体球みたいな感じだけど大丈夫か。あ、まあでもさ、ピースイッチ永遠に押されてるから、多分こっちのドアに戻ることで間違いないと思う。そんで今マリー右下行ったね。え、こっからどうすればいいの。一旦ピースイッチの音が鳴り止むまで待っておこうか。そして右か左か、上、うわ、上ドアないね。左は、あー、なんかいた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 。中間は、中間がないよ。待ち遠しいよ僕。左怪しいな。こっち一旦行ってみる。お願いします、神様。神はいないのか。いや、いつも思うんだけど、ピンコインの数によって行くべき場所が違うっていうのがほんとすごいと思う。どうやって作ってんだろうな。これ叩いて一旦上行ってみる。上行っても何もない。じゃあ叩いてみるか。バウブロック、あなたは何をしてくる。何なの、フラワーの量は。取ってよかったの。絶対ダメでしょ、あの出し方してくれってことはさ。じゃあここはピンスイッチの音が鳴りやんだら、こんなのあんまりだ。めちゃめちゃ長いよこのコース。じゃあここはパワーブロックを叩いて、ここで壁キックし続ければいいんじゃない。上のつららには気をつけようか。オッケーオッケーオッケー。これでブロックを壊せるんかな。ブーメランの特性まだいまいちよく分かってないんだけど、これで壊せたっけブロックって。ちょっと試してみる。あ、壊せるんだ。ブーメラン誘導すぎ。上はいけない。じゃあ下に行こうか。ツルツル滑んな。頼む、チェックポイント2はそこまで行かせて。もう嫌だってこれ。左に行く、それともびっくりハテナブロックだらけ。絶対にさ、
もうこんなの挟まれるしかないじゃん。なんて言ったのじゃ。頼む、何かって。ですよね。いや、ふざけてるわけじゃないのよ。こういうコースなのよ、トロールコースって。上が実は正解ですよみたいなこともあるからさ。じゃあここはチビになっていけっていうことなんじゃない。多分そうだと思う。左のネズミ色のブロックがあるじゃん。あれが邪魔してるもんね。だからチビで行くことで合ってる。頼む、魚とか降ってくるな。上のブロック怪しいな。一旦叩いてみるか。叩いてすぐ右に逃げるよ。こっちちょっと難しくない、ここ。いけないよ。オッケーオッケーオッケー。あ、なんもないのね。じゃあ左にも行けないし、こっちの土管で合ってる。チェックポイントにお願いします。チェックポイント2って書いてるね。どうしよう、ドアに入る、素直に入らせてくれるのかな、あのドアは。頼む。オッケー。どうなる。やった、チェックポイント2だろ。取らせて取らせて。いやさあ、チェックポイント2も取ったし、めちゃめちゃ落ち着いたね。今の僕の歌が落ち着いてる姿です。もううざいって思われちゃうって。これ以上変なことやったらさ。じゃあここは地下ブロック降りて、このクリボーをかぶって一旦壁キックしようか。下のワープブロックが入っていくだけでいいのか。そしてもうそろそろゴールがあってほしいところだな。めちゃめちゃ長いよ。あ、これゴールの催しなんじゃない。なんかさ、祝ってる気がしない、このコインたち。僕は何もしない、床がある、そうだろ。そしてここはジャーン、ジャーメン、食べたことある。絶対このコインの出し方はさ、ゴールだと思った。じゃあ右に行って何もしない。で、次のことを考えよう。オンオフをするでしょ、右上の。そして石上エッジが左に来ると思う。でさ、なんか青色のやつがあるじゃん、あれも針になって変わってくるんだよな。だからジャンプする、そして壁。つららー。ここまで来たらさ、任天堂に就職できるんじゃない、この人さ。ジャンプして何もしないでよかったね。そしてこのクリボーのかぶりもんをかぶって青い土管に入っていく。さあ次は。あ、なんか最初戻ってきたね。ああ、なるほど、ここで下に行けばいいっていうこと。ああ、でも戻されんのか。え、また戻るみたいな。じゃあチェックポイント1戻し。あ、なんかそんな感じ、もしかして。いや嘘。え、これエキプトンプは何もなんない。うわ、待って、このままだったらチェックポイント。なるほど、そっちに連れてってくれるので、なんかブブって言われてますけど大丈夫ですか。じゃあ僕はどこに行け。多すぎないこれ。どこ行く。ドア、なんか土管全部嫌だよな。ドア行ってみようか。こっちのドア行きます。はい、どうもこんにちは。じゃれんなよ、こっちは僕もやられるだけじゃないの。違う、頼む、ゴールであって4分の1を成功。いやあれ、チェックポイントとか取ったっけ。チェックポイント1取った。え、取ってないような気がするんだけど、チェックポイント1からなんだよな。もうくっそ、ちょっと戻ってくるわ、チェックポイント2まで。あれ、またなんかさっきと変わってない。え、これ以外行くとこなくて。あ、ブーメランを持ってくんだってこと。え、このコースマジすごくない。どんだけまだ変わってんの。ここでブロックを壊すところまではいいんだ。で、このつららに当たってチビにならなきゃ、チェックポイント2の場所まで行けないっていうことなんじゃない。いや絶対そうでしょ、頼む、今度こそ行かせて。オッケー。さあ、チェックポイント2の場所まで素直に行かせて。お願い、何も変わってないよな。こっから変わってるとかそんなことはないよな。頼む、こっから右ダッシュして上行けるのか。本当にこのまま行けるのか、チェックポイント2の場所まで。オッケーっていうか、なんかゴール右下見えない。え、チェックポイント2取れないんだけど。なんかいろいろ変わってんだ。え、なんか素直にゴールさせてくれないんだけど、どここれ。いや、まあまあわかるよ、わかるんだけど、襲ってくるでしょ。どういう襲い方をしてくる。今度は下から来るとか。もう勢いでやってみるか。なぜそうだろ。あれ、今度さ、右上に砲台なくない。さっきチビで行けって書いてたよね。え、このまま行っていいの。もうわけわからん。え、変わりすぎてない。じゃあこっから普通にさっきの中間ポイントのところまで行けるっていう感じなんかな。ちょっと何もなかったらそこまでカットするね。
あーなんか中間ポイントのに普通取れたね。でこっからさっきと、もうさっきと罠が違うと、どの罠かわかんねえもん。で次はこっちに行けるっていうこともなさそう。えマジでどうなってんのこのコース。バグらせる作戦ですか。またこっから罠が変わってるみたいな、そんな感じだったらめっちゃ鬼畜じゃない。でささっきさ3つ土管と扉が1個あったじゃん、4分の1のやつ。それのどれか正解しなきゃゴールできないみたいな、そのためでループが繰り返されるとかだったらめちゃめちゃ鬼畜じゃないかな。まあこっからは罠変わってないと思うんだよね。あのオンオフをしてドッスンが確かどうなったってっけ。何もしないでよかった。だからオン。さっきの違うやんか。なめるな。どんなに長いトロールコースだろうと絶対に僕はクリアしてみせるよ。じゃあここは右ダッシュしたらいけない。ここで止まる。オッケー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 。そしてこの青い土管に入っていこう。で次はどんな罠だったっけ。次こそ下に行っていいんじゃない。頼む。いや行けないか。こっからさまたチェックポイント位置戻されるみたいな、そんな感じじゃなかったっけ。どこで取り直してたんだろうねチェックポイント位置を。うわどうする次。青い土管行ってみる。あ青い土管入れないよ。じゃあこっちは、あ黄緑もダメ黄色もダメ。えまだこのドア全部入れなかったんだよねあの土管で。はいでしょ。またこんにちはじゃねえか。また襲ってくるんじゃないあのブロック。なんかすげえことが起きてんな右上の記録を。めちゃめちゃ可愛い。あ壁キックしたらいけるもしかして。ブロックが押し寄せてきても、うわこれどうなんだ頼む。うわーいや僕は、うん、ダメじゃねえ。うん、なんかなんか言ったよ。天国か。絶対どっか行くべき道が違ってるんだよ。ごめんね、なんか同じところ見せちゃってさ。これマジで迷路。こっから用途見ていくわ。みんなあと一つだけ行ってないところで気づいたね。ここで大量の魚が降ってくるパターンの罠があるじゃん。ここで魚を避けたら次なんか罠が変わってるみたいな、ゴールに行けるとかそんなことなんじゃないかな。え違う。えここも罠変わってんじゃない。一旦右行ってみる。来た。これは取っていいのかなクリボ。一旦一番上だけ取っておこうか。一番下なんかクリボいるな。どっち行こう。どっちが正解なんだろう。鍵は手に入ってる。どうしよう、一番下まで行ってみるか。一旦一番下まで行ってまた戻る。鍵手に入れた。二つ手に入れたね。じゃあこの状態で鍵扉に入っていこうか。こっからなんかまたね、なんか次に進めるルートができてるといいんだけど、上には行けない。じゃあ右下。えこれ右下しか行けないってことはワンチャンあるかもしれない。ここはもしかして正解のパターンみたいな。何もないですね。あっ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 。ケチカップはこんなのわかるかって。まあでもやりごたえがすごくありました。どうもありがとうございます。はいそれじゃあ追伸ちゃっちゃう。ちょっと噛みすぎた。一発マリオのつららということで、説明文にねクリアチェッククソ時間かかったって書いてるんだけど、ちょっとつらら多すぎないか。まああのつららサムネに使ってるだけかもしれないんだけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.57%。 まあ皆さん知っての通り、僕はこれまで数々の大量のつららコースをクリアしてきました。どんな数があろうと、じゃあちゃんとクリアしていきますよ。おいいな。めちゃめちゃ多くないかこのつらら。目の前にゴールがあると思ったけど、そういうわけでもないんだね。しかもさ下にレールがあるじゃん。うわめちゃめちゃ行きにくそうだな。ちょっとゆっくり行っていい。僕はもうこのコースクリアできる気がしません。だからもう飛ばしていいですか。ここ全カットでいい。もう喋らないで。いや下にレールがあるのはマジできついって。つららってさ近づけばこうやって早く壊れてはくれるんだけど、こうやって近づきすぎちゃうとさレールに押されてつららに当たっちゃうんだよね。となればよ、レールの上に乗らない、つららの上だけを渡っていく。多分このコースの攻略法それだよ。レールの上に行ったらさ右に行きすぎちゃうから、こうやってつらら、えっ、えっ、怖い。めちゃめちゃ怖い。これで合ってんのかな。しかも滑るんだよな氷の上だからさ、こうやってゆっくり行けばゴールまで行けるんだ。頼む、あんまりこう、ゴールはまだ高いな。ゴール頼むって。もう嫌だ。諦めるなピオキング、お前はそうやすやすと。なんか喉がおかしいな。落ち着いていこう。落ち着いたら簡単にクリアできるはずさ。こんなの単なる作業ゲーじゃないか。死にゲーだよ。奪いつうびゃびゃびゃうびゅびゅびゅうびゃびゃびゃうびゅびゅびゅうびゃびゅびゃうびゃびゅびゅうびゃびゅびゅ。なんか増やしてんな。こんなクリアでいいの。これゴールできる。
はこういう意味だったのか。絶対10秒でクリアできないと思ってたもんな。でクリアテイクにさ、これ僕ショート動画載せるかもしんないんだけど、うびゃびゃびゃみたいな、そこを載せる形になっちゃうからちょっと恥ずかしいんだけど、まあまあ無事クリアできてよかったね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、一発マリオ名人の名にかけて上から行くとかいうそういうズルはなしで、ちゃんと僕はこのつららの間を抜けてゴールをしたいと思います。見ててみんな、絶対にクリアしてみせるから。まあまあこれは単純な作業芸だよ。ちょっとツルツルしてるけど、このツルツルさちょっと待って、マジで集中していいから頼む、一発でクリアしたいんだ。もうつららくんじゃすごく無謀なことをやっているような気がするんですけど大丈夫ですか？そして僕いつも思うんですよ、なんでもうクリアしてるのになんで自分でわざわざ難易度を上げてもう一回クリアしているのかと絶対頭おかしいだろ、こんなんするやつ絶対他にいないよ。そのせいでめちゃめちゃ動画の尺が長くなってるからね。まあまあこれでいけたらみんな感動して僕にチャンネル登録と高評価押してもらえるはずさ。みんなそこら辺待ってるね。いやゴールが見えたら頼む。もうチャンネル登録と高評価いいんでやめていいですか？クソみたいなゲーム発信者だな。ちょっとねこれマジで落ち着いていったらいけると思う。だから無言になっていいから、もうなんかねリズムつかめてきた。だいぶほらほら結構上手くなってきてない？安定してるような気がする。だからこれでクリアしたらさっき言ってたチャンネル登録と高評価別にしなくてもいいです。でも感動してもらえたら嬉しいな、このピオキングというチャンネルに。さあこのままゴールまで行ってくれ。なるくっやべ迫ってきてる、早くくっあと一歩だ、あと一歩のところまで来てる。これ以上動画の尺を長くしないためにも絶対にこれでゴールしてみせたいと思います。みんな見ててフラグじゃないからね。いやマジでそのフラグをフラグ回収したいと思いますどういう意味だよその意味は。でもマジでごめん、最近動画の尺が長くなっててさ、そのせいでテンポが悪くなってるみたいなこともあるかもしれないんですけど、それでも見てくれてる方マジでありがとう。もういけ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 、あとちょっとずつ、あと4つ、あと4つなら3つなら2つなら、やったみんながこれが一発マリオ名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。